いや、決勝ゴール。そして、まあ、昇格ゴールと言ってもいいと思うんですけれども、みんな待ってたあの得点を決めました。今、J1 昇格が決まって、どんなお気持ちですか？そうですね、本当に1年間、ジュビロに関わるすべての方々、本当に最後まで応援してくれさる方々のためにも、今日は絶対勝って、他会場の、結果次第ではありましたけど、勝ちに行くっていう気持ちを前面に出して、その結果、ゴールが生まれたと思います。もうあの瞬間、本当にゴール裏、突き刺した感じがあったんですけれども、振り返っていただいていかがですか？いや、ここから本当にいいボールが上がってきたんで、あとは冷静にゴールに流し込むだけでした。今日は本当にまあ難しい入りだったと思うんですけれども、どんなことを共有しながら入っていったんでしょうか？勝ちが必要な中で、最初に失点はしてしまいましたけど、でもここまでチームとして戦ってきた中で、こう失点してもじれずに自分たちのサッカーを貫いて、逆転できると信じてみんなプレーした結果が今日の、勝利につながったと思います。前半追いついてハーフタイムでは他会場の情報などは入ってたんですか？いや、そこは一切入れずに、自分たちの目の前の、試合に対して、勝ちに行くっていうところだけ、考えてたので、他会場の結果は、選手たちはプレーしている選手たちは知らなかったと思います。さあ、そしてチームトップのこれ9点ということになりまして、これキャリアハイでもありますよね。そして今年は J も300試合も出場ということで、本当に大きくチームに貢献したと思いますが、振り返ってご自身どんなシーズンだったなと。J1 で悔しい結果、自分自身チームとしても悔しい結果で、降格してしまったということで、本当にこの1年にかけてましたし、自分自身がこうチームを勝たせるためにプレーしてきて、その結果が9点という得点だったと思います。本当に大きな原動力になったと思います、昇格に向けて。そして今このリターントゥ J1 T シャツ着ていかがですか？いや、本当に、1年間、自分たちを信じて戦った結果が、この証だと思います。さあ、そしてもう大きな力となりましたファン、サポーターの皆さん、ゴール裏でも、そして画面の向こうでも、たくさんの皆さんが応援されていると思います。皆さんにメッセージをお願いいたします。そうですね、まずは1年間、本当に苦しい時もどんな時も僕たちを後押ししてくれて、僕たちが苦しい時も大きな声で声援を送ってくれたんで、本当に感謝を込めて今日はありがとうございました。次は J1 の舞台での活躍も楽しみにしています。頑張ります。おめでとうございました。ありがとうございます。